こだけえげつないから再生回数マジ？出てたよ。そう。そう。本当に。いや、もう一本だけど。そう。あ、僕ラスト新生でしょ。あ、どうしたの？ぐらいの感じか。ああ、大丈夫だ。大丈夫か。ちょっと待ってよ。あれは宮崎がね、インカマして来た時にホームで、竹谷さん出てよって言いながら来たの。やっぱ若いからきつい、強いな、やっぱ元気やな。よし、次から参戦。次から参戦。参戦高原も、はい、いいね。モネさんが急、はい、12号の19だ。
強い。えぐい。もうようついっていったほうがついていったんすよ。2段階かけて飛びつくときと待っていくところ絶対抜いたら思ったのに。そうそう、結果は日野にも食われたハブさんみたいな感じだった。ハブさんきつちょっといい感じだった俺は。いや、いい感じやろ。飛んでった、うん、俺が抜けんないの。いや、絶対見たくないからね。次の瞬間。うん、そう、小がゆうかましやろ。もう一回回ります。はい、オッケー。よし、来とる。確かに。
それきついわ。何秒？ 10 秒 4？ 10秒4。ヒゴリラじゃこれ。さすがに、ついていか。シャバーニをバンと技術あるかな、そんな技術が。いっぱい。はい。はい。ありがとう。ていうか、そこでかけるなれんだな。てか、すごいさ、てか、さすがと思った。ちょっと、その、バッケルだ、僕、もう無理だったな。よかった、ほんま。ありがとうな。いい。うん、ええ練習になった。練習を星野さんに来たんで、バンクで、ちょっと、おっ、バンクか、よっしゃ、当たった。おるな、そういや。いやー、いい練習になった。まだ来よう。ちょっと。そうやな、近いしな。ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。ありがとう。見切り発車した。見事に見切り発車した。何でもな、素材割った方がいいよ。で、使うか使わんかは、もう。ここはね、よく松山の人が行くとこ。わかる。